園舎大阪市立愛玉幼稚園は、大阪府大阪市中央区今橋三丁目にある公立幼稚園。1880年6月1日に開園した。現存する幼稚園としては、大阪府内では最も古い歴史を持ち、また、日本でも2番目に古い歴史を持つ。現存する木造の幼稚園園舎としては、日本最古、また、民間の手によって建てられた幼稚園としても、 日本最古となっている。淀谷橋の南方、船場のオフィス街の中に位置し、敵塾跡に隣接している。園の敷地は、江戸時代の銅座の跡地で、その記念碑が立つ。大阪市立海兵小学校との交流、専門家を招いての芸術文化体験、動植物の飼育栽培など、心豊かな子供を育てることを目標とした幼稚園教育を行っている。 また未就園児向けの保育や、夕方や長期休業中の預かり保育も実施している。1879年に、道、おさむ小学校連合長会が、当時日本ではほとんど設置されていなかった幼稚園を、設立して、幼児保育の効果を社会一般に知らせようと県議を行ったことが、幼稚園設立のきっかけとなっている。準備期間を経て1880年に、 東区今橋5丁目に開園した。1889年には大阪市の市政施行に伴い連合長会から大阪市に移管した。早々期の道園ではフレーベルの理論を取り入れた幼児教育が行われた。また早々期には読み書きなどの教育も行われたが、実践の中で幼児の発達段階に合わないことがわかり、 読み書きなどの教育は短期間で中止された。明治大正期にかけては、著名人の視察も頻繁に行われた。演舎が手狭になったために1883年には今橋三丁目に移転した後、1901年に現在地に移転した。1901年3月に竣工した木造平屋建建築の演舎は、100年以上使用されている現役の演舎で、 現存する幼稚園園舎としては日本最古である。園舎は当時の主任ほぼらの意見を参考にしながら文部省の技師の指導のもとで大阪府の技師が設計した。園舎は御殿風の和風建築物で敷地の周囲に公平を巡らせていること、天井を高くとっていること、園庭という技室との間に段差を設けていないことなどの工夫がされている。 大阪の街にも空襲が相次ぐなど、第二次世界大戦の激化に伴い、軍需製品を製作、納入している会社が近隣にあったことから、空襲被害の際に木造園舎の火災が延焼することを恐れた会社側が、園舎の撤去願いを1945年3月末に大阪市に出した。園舎は当時から重要な教育建築物と認識されていたため、 解体時期をできるだけ遅くしてもらうようにその関係者が折衝したが、1945年6月には建物疎開の対象と決定した。同年8月4日に取り壊しが計画されていたが、空襲のために作業が遅れてそのまま8月15日の終戦を迎えたために取り壊しは中止され、戦後も引き続き演車を使用している。演車は1999年11月に、 大阪市指定有形文化財に指定された。大阪市の有形文化財指定制度はこの年に始まったため、指定第1号の一つともなっている。その後2007年には、岡山県岡山市の岡山市立朝日、東幼稚園救援者とともに、幼稚園の園舎として、日本で初めて国の重要文化財に指定された。ありがとうございます。